お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらホグフリーズデッキねやっていきたいなと思います。というわけでこちらですねホグにフリーズってこうちょっとねびっくりしちゃった方もいるかもしれないんですけど、こう、まあ、ホグといえば、まあ、ファイボとか、まあ、クエイクだったり、まあ、ロケットのねイメージがあると思うんですけど、まあ、ライトニングとかもね、まあ、たまにまああるっちゃあるんですけど、こうまあフリーズ型のね、ホグも、まあ最近は見ないんですけど、こう結構昔、いや本当にめちゃめちゃ昔、でも3年とか、まあそれぐらい、まあ3、4年ぐらい前の話にはなるかもしれないんですけど、だからまあクラロといえばホグフリーみたいな、まあ、ホグフリー対ホグフリーがよくある景色みたいな、まあ、それぐらい結構ホグフリーって強かった戦術なんですよね。だってホグにユニットで相手がまあ対応してくるじゃないですか。そこにフリーズ打てば、まあ、確実にホグが一発入るわけなんで、まあ、そう考えたら理論上鬼強いデッキではあるんですよね。まあ、最近ちょっと使われなかった感もあるんですけど、ちょっとね、久々にね、やっていこうかなと、キンキとしろ。うわー、でかい。さあ、というわけで、やっていければいいかなと思います。で、ここ最近、コウモリのね、採用も増えてきてますので、まあ、コウモリにはすぐザップ打てますし、まあ、なんならフリーズでもね、コウモリは溶かせますので、コウモリ気を引けたら、まあ、ラッキーかなというところで、こう、まあ、コツというか、まあ、戦い方としては、単体ホグの時にフリーズをするんではなくて、ホグプラス、まあ、後ろにゴブリンだったり、まあ、サンガゴだったり、ユニットがいる状態でフリーズをすると、こう、そのね、後衛ユニットたちとかもずっとこう、相手のね、タワーだったり、まあ、相手が出してきたユニットに攻撃してくれるので、ホグ単体フリーズではなくて、ホグプラスサンガゴフリーズとか、まあ、ホグプラスゴブリンフリーズをできると、結構ね、ワンパン。ワンパンとまでいかないですけど、大ダメージにね、つながるんじゃないかなと思います。まあ、こういうところで、まあ、ホグつなげて、相手のユニットにもよるんですけど、ギャングだったらまあ無理ですけど、ギャング以外だった時に、まあ、フリーズとかもね、まあ、こう、最後の最後、大逆転、てかもう、残り時間ないっていう時にはいいと思うんですけど、とりあえずまだね、フリーズは取っておきましょうか。多分僕まだフリーズ使ってないので、相手は、ただのホグデッキねって感じなんですよ。そう。まだ僕がフリーズを持っていることに相手は気づいていないので、めちゃくちゃいい間違いしてたな。最後の最後にびっくりフリーズで大逆転みたいなこともあり得ますね。なんならちょっとこっち側に形作っちゃってもいいかもしれないですね。これもう、ここをちょっとフリーズザップで溶かしちゃうみたいな。これは結構やんちゃこれはちょっとやんちゃだったかもしれないんですけど、まあまあまあ、今みたいなこともできますね。で、まあここで、フリーズをもう僕は見せてしまったので、相手は、お前フリーズかってなってると思うんですけど、フリーズを見せたことによって、相手はもう常にね、僕のこうフリーズを警戒しながら、ビクビクしながら戦わないといけない状況にね、今入ってるんですね。これまあなんか来るでしょっていう読みフリーズからのザップで飛ばして、さあ決まったぞ。いやもうこれがね、これがもう気持ちよくて気持ちよくてたまらんのっすよ。本当に。やべ、このガゴ出したことによってバルーン来たらちょっとやばいですけど、まあ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 。いやこれですね。本当にフリーズのこの一発だ逆転がある感じが僕はすごい好きなんですよね。そう。もう最後の最後にパッキン大逆転みたいな。このね、快感をちょっと味わってしまうと、フリーズをもう使わないと、本当に収まらないですよね。やっていけない。ただただ僕本当にフリーズ好きなだけなんですけどね。こう今までとかも、まあ、ラバルフリーズとか、なんか三重四フリーズとか、こう、まあ、なんかいろいろバルーンフリーズとか、ま、いろいろやってきましたけど、スケラフリーズ。こう久々のね、ホグフリーズ、あんま多分動画で出したことはなかったんじゃないかなというのがありますね。まあ、ホグとかは何回か出したことあるんですけど、ホグプラスフリーズはね、あんまなかった気がしたので、今日は、ね、久々の、もしかしたら初めてのね、ホグフリー紹介というところで、まあ、これを機にね、ちょっとこうフリーズを使う人が増えていってくれると、まあ、なんか嬉しいですね。そう。まあ、攻めでも使えるし、まあ、防衛でも使えるんですよね。まあ、相手がこう、めちゃくちゃすごい形を組んできた。まあ、キョスケ、ロイジャイ、ガゴ、ミニペとか、まあ、すごい変、なんかね、組んできても、それをもうフリーズでプッキーンってして、まあ、サンガゴとかゴブリンとか出してあげれば、こう、火力が高いんでね、このユニット。フリーズで止めてる間の、まあ、防衛もめちゃくちゃ強いというところで、さあ今回言ったゴーストですね。まあゴーストとくれば、まあペッカか、まあ30しか、
まあ、2択ぐらいだと思いますね。めちゃくちゃ煽られるな、これ。勝ちますからね。煽ってきた相手は、絶対に勝つっていう、勝たないといけない。で、これちょっとフリーズすると、ここのミニペッカで相手のペッカを溶かせるんですよね。まあ、これがね、結構大事ですね。いや、もう一発、いや、でかい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 。そう。まあ、これが、フリーズの良さというか、まあ、使い方、結構安牌な使い方ですね。まあ、ホグの後衛にユニットがいるときに、フリーズを積極的にね、狙っていきます。さあ、これはね、やらんといけんですよ。金色の闇さんかな。名前はめちゃくちゃかっこいいな。このね、僕の大好きな豚スタンプをね、使ってアピールしておきます。ランバージャックの新しいスタンプですよね、あれ。かわいいな、ちょっと。で、結構、アド取ってますね。マジアチャ系が嫌だな。マジアチャ系が。高めマジアチャワンチャン来るが、行っていい気がするな。相手に行ってこれフリーズで固めて、よし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 。エレキ降ってくるかな。いや、まあ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 。いや、結構いいダメージになる。いや、これね、ちょっとやりすぎたかもしれないですね。反省。ちょっと反省。これ相手も絶対勝ったと思ってるんで、いや、わかんないけどね。よし。よしよし。で、マジアチャのダメージは許容したいですね。ワンチャン U の追加来たら嫌だなと思いつつ。まあ、これはもう許容しましょうか。ザップぐらいでね。よいしょ。ホグサンガゴで攻めれるのが理想かな。まあ、相手、ペッカ工場ってザップなので、この僕の、プリンちゃんがね、多分きついと思います。で、アエナはもうフリーズでいいかなと思うんですけど。よいしょ。さあ、もうこれフリーズで固めてあげれば、これで溶かせるんですよね。ほぼ溶かせます。で、まあ、これはもう逆サイ誘導してあげて、ここも後ろから殴ってあげて、これザップするといい感じに溶かせますね。あ、めっちゃいい防衛じゃない？多分。で、今、ポイズン咲いた、これ結構ね、コストがそんなないポイズンだと思うんですよ。で、エレキ読みで、後ろにこれいっぱいつけてあげると、いや、間に合う。いやー、間に合ってねー！バカ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 。あ、でもめっちゃ溶かすんですよね。でもエレキかな。めっちゃ溶かす。いや、見て。しかも、回転が早いので、ここでもうホグが回ってるんですよね。これもう、アイゴレミニペのホグで、さあ、もうこれはグッドゲームですね。もうこれはちょっとね、早めのグッドゲームを言わざるを得ない。あんだけちょっとスタンプ連打されたので、さあ、グッドゲームというわけで、このフリーズがね、まあ、今回攻めでも、もう防衛でも大活躍だったと思うんですけど、ちょっとね、まあ、またやりましょうね。いやー、マジでね、最強。え、最強だと思うんですね。もうこのクラロワを攻略する上で、クラロワに攻略なんかないんですけど、まあ、攻略できてたらまあ世界一なんか余裕でいけてるんですけど、できてないんですけど、全く。そう、でもフリーズがね、結構もう本当に全てに勝てる可能性が出るとは思ってますね。防衛でも攻めでも使えて大活躍できて、状況をなんか大逆転できる。さあ、YSP。大輔さん、夜更かし部ですね。よろしく。ふーし、まあまあまあ、とりあえずどうしましょうかね。これはもうホグでいいんじゃないでしょうか。ホグで、まあ、ダメージを抑えつつ攻めて、ザップ構えて、トルネードがピューン。はい、辛い。はい、辛い。まあ、トルネーだったんで、マスケラかゴレでしょうね。最近だったら、まあ、ゴレ説はあるっすけど、わあ、スケラ遅延スケラっぽいな、これ。マジで、そういうことなさすぎて単体見に行きます。ナイトだと思うんです。またフリ？エリゴレ？待って、エリゴレ説があるっすね、これは。もしかしたら。これゴブリンで一回受けてあげよう。ゴブリン、一体だけね、痛い思いをするっていう。3体のうちの一体だけ超痛い思いをする。で、ミニペアをこれ回します。あえて一体一体にいいと思うかったから、このプリンうざいと思ったけど、全然そんなでしたね。で、あれはまあミニペだけで溶かせばいいかなーって感じですね。三角とかは全部これ溶けちゃうので、僕のこの小物系全然役に立たんすね。このエリジャーに対しては。マジで。最悪まあフリーズをしちゃえばいいんですけど。まあ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 。それだけで抑えれたなら、まあ十分でしょというわけですね。いや、今回このゴブリンとかのユニットの使い方が結構難しいですね。そう、まあ、3が5ぐらいならホグの後ろにつけてもいいんですけど、ゴブリンはなんかダックプリでも行かれるし、なんか何しても行かれるみたいな。おエレジャイスパーキーだ。めちゃくちゃオシャンティーなデッキ来ちゃった。まあ、これベビー来たらアイゴレで、もう
まあ来そうですよね。いや来ない。これまあ壊れた瞬間にホグ飛ばしてミニペまで行っちゃいます。多分トルネを構えてるんですけど、こうやってフリーズですね。いやもうこれがマジで強い。しかもこのタルババ今使ったんでゴブリン追加とかするんですよ。でなんとなくザップをしてオッケー、もう気合のゴブリンパンチで、なんならここでちょっとトルネが回ってないのでちょっと早めのホグライダーですね。オッケーオッケー。でこれエレガイスパーキー絶対止めらんやんって、僕もすぐ思うんですけども、僕も思うんですけども、まあ、フリーズですね。もう神のフリーズで止めざるを得ないというところであります。フリーズじゃなかったら絶対止めれないですね、こんな。もうロケではワンチャンいけるか。よしよしよし。これでも、後ろもとかしつつ、前もとかしつつ。いや、見た？みんな今の。マジで見た？みんな。本当に。今のはね、見なきゃ損っすよ。しかもこれ見て。これは、もうね、ザップもあるんでね。まあ、一応フリーズもあるっていう。トレーニング使ったっすね、そういえばさっき言って。フリーズしてあげて。いや、このね、もうフリーズによって勝つのがマジで気持ちいいの。今日気持ちいいしか言ってないんですけど、いやでも本当にこのフリーズの強さを皆さんにね分かっていただければ僕は満足ですので、まあ、ラストちょっとね一戦行ってちょっと勝って終われたらいいんじゃないかなと思います。まあ、最後のエレジャイスパーキー、ダクプリだったかな、まあ、ハンターだったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、ああいうところを守ることができるっていうのがね、こうフリーズの強みではありますよね。でこう固めた時の、この防衛力の硬さですね。3が5ゴブリン。地味にこう DPS、その1秒間あたりのダメージ量が高いので、結構溶かしてくれますね。なんでまあ困ったらフリーズで。なんならこうもう4分間ぐらい、4分間ぐらいもう防衛フリーズで耐えて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 、最後に、もうホグフリーで攻めて勝つみたいな。まあ、そういう戦い方もね、まあ、フリーズデッキだったら全然あると思うんで。さあ、マッチングしましたね。よろしくというわけで、まあ、ホグを飛ばしたいけど、どうしようかな。トルネで金が起動されるとやっぱ泣いちゃいますよね。まあ、ここはまあ普通に守りましょう。で、守った3が5のこれに、ホグで、相手のユニット次第ではフリーズですね、これ。いや、縦線なんか微妙なライン。いや、ファイスピーは、いやらしいな。これはちょっとね、攻め急いでますね。こんな感じでちょっと早めからちょっとやっちゃうと、後々ね、痛い思いするので、あんまり最初からね、今みたいに攻めフリーズはやんない方がいいです。ちょっとこう、ハイになっちゃっててね、今。イケイケどんどんな感じが出ちゃってるんですけど、まあ、一回落ち着きましょうか。今回相手は、バルキリー縦線の、まあ、ファイスピー、LSP。あ、すごいデッキですね。まあ、コカッちゃんでしたね。うわ、マジ？うますぎん？まあ、でも、こう、縦の線引き使ったら、相手ミニペンの受けが、まあ、バルキリーとエレスピか？そうっすね。で、これ、あれだな。相手、コカツ、バレルこれ飛ばされると、ダメージめっちゃ受けるんで、ゴブリンバレルを、この、なんていうんですか、バレルの、タワーのタギを外そうとしたんですね。そしたら防衛で使ってくれましたね。まあ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 。相手はめちゃくちゃオシャレなプレイングしてきますね。三角読みファイスピか。あれはやるな。で、相手のスペルを覚えてないんですけど、ウッドかザップかも全然わかんないな。プリンセスがいたぐらい。一応8枚プリン警戒して、オッケーオッケーオッケー。あとは、一旦後ろからイモリましょうか。左サイドに出して、ちょっと怖いので何かスペルが来ると。まあ、右サイドでね、手堅く。で、あのプリン、相打ちしてくれたらすごいいいんですけど、延命されたら嫌ですね。オッケーオッケー。まあ、なんなら俺のプリンの方が勝つみたいない。いやいや、めっちゃいいめっちゃいい。で、ちょっとこれは攻めちゃって、これワンチャンこの、たまにあるのが、ミニペッカのミリ残りフリーズとかもね、全然あると思います。いや、これ読み振りしてよかったな、今読み振りしなきゃいけないところだったのに、決めきれなかったっすね、僕は今。プレイがひよってましたね。さあ、ここちょっとミニペッカで受けてあげつつ、ここね、さあ、チャンスですね。相手ミニペの受けも出さないといけなくて、まあ、インフェが多分、わ、ロキか。まあでも、さ、ファイスピ読みザップ。全然。待って、プレイがいけてない。全然俺の今のプレイがいけてない。いや、これワンチャンロケあるっすよね、相手。怖い。あ、とかロケあったっすね、そういえば。
ワンチャンありますよねじゃなくて、ありましたね。これインフェ。んこれは縦の選手。ワンチャンないこともないフリーズ。一回ほどほどで、相手のゴブリンバレルのダメージを入れなければ僕はいいので。よしよしよし。いや、これロケットホグとかされるとちょっとやばいが、いやでもこれ相手もなんかむずいっすね。インフェが間に合わないパッキングッドゲームいや、危な。ちょっと負けそうでしたね。いや、相手のデッキ、なんかいやらしかったっすね。結構エッチなデッキで負けそうだったんですけど、まあ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 、いや、これやば。めちゃくちゃおもろいじゃないですか、これ。僕にデッキ紹介してって言ってるかのようなね。まあデッキなんですけど、まあそういうわけでね、フリーズのちょっと可能性をね、皆さんに分かっていただけたなら今日ちょっと嬉しいですね、というところで、ぜひね皆さんもこうフリーズ使ってみてください。それでは終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。